遅いな、なんでまだ来ないんだ。ああ、噂をすればってやつだね。ちょうど今、まだ来ないのかって考えてたところだったんだ。あ？お願いしてたもの？ああ、メッセージの通知をオンにしてなかった。ごめんごめん、私が悪かった。でも、今からでも間に合うから、好きなものを頼んで。何しろ、今日は相談に乗ってもらうことに対しての埋め合わせでもあるんだから。でも、今日はアフタヌーンティーを楽しんでいる人が多いな。私たちは立って話すしかないかもしれない。そんなに分かりやすかったかな。油断してた。まだその話を覚えていたのか。何から話せばいいのか。確かあんた、それから美月と炭鉱は請求列車に乗ってベロブルグに来たんでしょ。実は聞きたいことがあって。あんたたちの列車って新しい乗客を歓迎してる？だって一件落着したでしょ。性格のことは解決したし、カカリアも、いや、やっぱり何でもない。さっきの話は忘れて。ほら、私がここに残ってもやることがないからさ。どうせカラクリ工房で設備を直したり、ギターの練習をしたりするだけじゃないか。ライブの雰囲気は確かに悪くないけど、来るメンツは大して変わらないし。それに、私は研究をしていた身だから、新しい世界を探索するっていう絶好の機会が目の前にあるのに、ワクワクしない方が無理だよ。ベロブルグは狭いし、何年もいたら飽きると思わない？そっか。じゃあこの件はあんたに任せた。この頼みがすごく急でわがままだってことは分かってる。先にあんたに謝っておくよ。行動？ふん、わかったよ。後でデザートを追加してあげようじゃないか。セーバルは帰ったし、姫子にメッセージを送って彼女の頼みについて聞いてみよう。ベルトやパムに聞いてみるのもありかも。誰に聞こうかな。パムにメッセージを送ってみよう。
ってらっしゃい、見てらっしゃい。姉さん、ブローニャ様のところに行って話をしてくれ。これはブローニャ様直々の召集なんだ。ああ、わかった。考えておくよ。そんなことないよ。ちょうどいいところに来てくれた。ほらほら、早く私を助けて。君、いいところに。姉さんを説得してくれないか。やっぱりこうなるのか。一体どっちの味方なんだ。姉さんがシルバーメインに戻りたくないのは分かっている。だがブローニャ様は姉さんの才能を高く評価されている。あのお方は姉さんにはベロブルグの復興に貢献できることが多々あると感じておられるんだ。だから僕は姉さんにこの話をした。いずれにしても一度はお会いしてくれ。分かったよ。一度クリフォト城に行ってブローニャに私の考えを包み隠さずに伝えればいいんだろう。ごめんね、私は先に失礼するよ。戻ってきたらまたそっちの話を聞かせて。姉さんはずっとあんな感じの性格なんだ。列車に乗る。なるほど、だから姉さんはあんなに慌てていたのか。そんなことを考えていたとは。ああ、すまない。さっきは姉さんとの話に夢中になっていて事情を説明するのを忘れていた。君も知っていると思うが、昔姉さんはシルバーメインの技術部の研究グループでリーダーの一人を務めていたんだ。彼女の研究テーマは性格だが、姉さんは性格の研究にとどまらず機械工学など他の分野にも精通している。守護者になられた後、ブローニャ様はすぐに姉さんのことを思い出されたんだ。あのお方はベロブルグの再生のために姉さんを呼び戻し、再び技術研究の仕事についてほしいと考えておられる。だが君も先ほどの姉さんの態度を見たはずだ。城に行っても思わしくない結果になったり、まずい騒ぎを起こさないとも限らない。いや、そんなに単純な理由ではないのかもしれない。僕の直感がきっと係屋様に関係があるのだと告げている。いや、これは僕の憶測に過ぎない。それに僕は昔から姉さんの考えを推し量るのが苦手なんだ。君は姉さんと仲がいいようだから、機会があれば直接聞くといい。だが正直に言うと、僕も毎日クリフォト城にいて仕事机の前でため息をつく姉さんの姿は見たくはない。姉さんの性格なら君たちと一緒に旅に出る方が合っているだろう。彼女の知識欲と好奇心から考えるとベロブルグはあまりにも狭い。姉さんとブローニャ様の話がどうなるのかやはり気になる。もし君に時間があるのならクリフォト城の前で一緒に姉さんを待たないか。これは知る人ぞ知る問題だ。まだ話し合いは終わってないようだ。
争いになっていないというが、やはり中に入って様子を見てみよう。セバルさん、あなたの考えは理解した。私はあなたの選択を尊重する。今回のように理由もなくあなたの意思を汲み取らずに要求するのは確かに間違っている。あなたに謝らなければ。このことは忘れてほしい。そんなこと言わないで。ブローニャ、あんたはもう大守護者なんだから、こんな些細なことで。それに個人的な理由でベロブルグの再建に力を貸すことができないんだから、私の方が謝るべきだ。分かってる、セーバル。だってあなたとお母様は。ごめんなさい、わざとあなたの嫌がる話を掘り返したわけじゃない。ただこのことについて直接あなたに確かめなければと思っていたから。このギターはお母様の残したものの中から見つかったの。生前のお母様は音楽が好きだとは決して言えなかった。だからこのギターはあなたに関係があると思って。かかりよ、どうしたの？いや、なんでもない。これは確かに私のものだよ。いや、正確にはカカリアと私のものだった。ブローニャ、あんたさえよければこのギターをカラクリ工房に持ち帰ってもいいかな？もちろん構わない。きっとこのギターには物語がある。でも個人的な話だろうから、これ以上追求するつもりはない。セーバル、あなたの旅が楽しいものになるように願ってる。機会があったら忘れずに帰ってきて、みんなに会って必ずそうするよ。ありがとう、ブローニャ。私とブローニャの話、全部聞こえていたんでしょ？あの子があそこまで寛大だとは思わなかったよ。私を引き止めるような話もしなかったし、まさか彼女が私を呼び出したのは、このギターを返したかっただけ？その可能性もあるだろう。ブローニャ様は人の心を読むのに長けておられる。あのお方は、よほどの理由がない限り、姉さんがクリフォド城に立ち入ることはないとご存知だからな。何年も経ってからこのギターを再び見る日が来るとは思わなかった。まさに腐れ縁だよ。僕の知っている限りでは、前任の大守護者様にそのような趣味はなかったはずだ。このギターについて話すと長くなるよ。まだ士官学校に通っていた頃、私とカカリアは問題児として有名だったんだ。二人で奇妙な発明ばかりしていたからね。新技術の無限の可能性を探求するなんて言いながら、このギターはその時に作ったもののうちの一つなんだ。カカリアが名付けたんだけど、スーパーエレクトリック演奏機、通称エレキだよ。Thank you.
それは違う。カカリアの専攻は軍事史で、私とは全く違う分野だった。でも毎日私と一緒にいたから、自然とあいつも発明に興味を持ったんだ。長い話になると思うから、続きはからくり工房に戻ってからにしよう。ついでに二人とも荷物の整理を手伝ってくれないか？ん？このメロディーは確か姉さんが作った曲じゃないか。ほとんどの人にはウケないスタイルだと思ってたけど、どうやら少しはここに痕跡を残せたみたいだね。よし、もういい時間だ。帰るよ。サバローグ。やっぱり家が一番だね。外にいるとなんだか落ち着かないよ。ジェパード、手を貸してくれる？お姉さんの荷物をまとめるのを手伝ってよ。僕に拒否権はないんだろう。この部屋見ているだけで頭が痛くなる。はいはい、これが最後だって保証するから。私が彼女と列車に乗ったらいつまた帰ってこられるかわからないんだよ。この先はもう荷造りを手伝いたくてもチャンスがないかもしれないじゃないか。わかった、手伝おう。あんたはもう十分助けてくれたから、そこら辺を適当に見たり少し休んだりしてて。シルバーメインデザインの携帯用ストーブだよ。もう壊れてるんだけどね。祖先であるランダル様が残した家宝じゃないか。少しは大切にするべきだろう。私も大事にしようと思ってたけど、骨董品はね、使いにくいけど壊れやすい。それに直しても報酬をくれる人はいないじゃないか。ああそうだ、あんた前に私から機械の修理を習いたいって言ってたよね。この骨董品を使って練習するっていうのはどう？また始まった。やめてくれ、過去のことは思い出したくない。これの原理は初めてからくり工房に来た時に修理したものと同じだよ。見ればわかる。それじゃあ頼んだよ。報酬としてこの骨董品の物語を聞かせてあげるから。あ、いやいや、ほら私は手が離せないから。考えてみて、初めてここに来た時も最後も機械の修理を手伝う。始まりと終わりが一緒なんてロックだと思わない？すまないが、姉さんに付き合ってやってくれないか。さっき約束した通り、この小さなストーブに秘められた物語を聞かせてあげる。ストーブの持ち主は私たちランドゥー家の祖先で、名前はランダル・ランドゥー。彼女は700年前にベロブルグの防衛戦で活躍した英雄の一人なんだ。記録によれば決戦の時、彼女はシルバーメインを2体引いて
城下で敵軍と4日間も昼夜を分かたず戦ったらしい。当時の新聞の切り抜きがまだ残ってるから、機会があれば見せてあげるよ。その可能性は低いだろう。700年前の出来事なのに。姉さんの話を全て信じるな。仮に切り抜きが本当にあったとしても、すでになくしているに違いない。切り抜きが重要なんじゃない。あんたに教えたいのは、ランドゥー家は多くの才ある人物を輩出してるってこと。自分の選択とベロブルグの市民に対して責任を持つ、これが絶えず突き進むランドゥー家の者の原動力なんだ。ああ、それはうちのかわいいかわいいリンタンが初めて科学観察に出かけた時に送ってきた植物標本だ。でも、なんて名前の植物だったっけ？ちょっと思い出せないな。雪サボテンだろ。ついでに言うと、リンタンとはランデュー家の一番下の妹のことだ。ああ、そうそう、雪サボテン。私の記憶力ってば、ダメダメだね。これはここで唯一生きているように見える植物かもしれないな。あんた、人のこと言えないでしょ？言ってて恥ずかしくないの？ともかく、この標本は大切な思い出の品だから持っていこう。言ってくれて助かったよ。ああ、それは母さんに送ろうとしていた手紙で、まだ書き終わっていないんだ。そんなプライベートな内容じゃないから、好きに読んでいいよ。今も父さんと母さんに手紙を書いているのか？母さんにしか書いてないよ。父さんと仲が悪いのはあんたも知ってるじゃないか。姉さん、もし本当にベロブルグを離れるのなら、やはり出発の前に一度家に帰るべきだ。分かってる。考えておくよ。気になるんなら教えてあげるよ。このギターはずっと前に係屋が私の誕生日にプレゼントしてくれたものなんだ。図面は私が描いたけど、原材料の中には高価で珍しいものもあって、なかなか制作に踏み切れなかった。係屋が図面を形あるものにしてくれたんだ。厳格かつ迅速に、言ったことは必ずやる。あいつのスタイルはずっと変わらなかった。あの頃は私たちの友情はずっと続くと思っていたよ。姉さんへのプレゼントなのに、どうして係屋様の元にあったんだ？あんたが知らないのも無理はないよ、弟。当時の私たちは大の仲良しで、いいことは全て共有していたんだ。同じ寮の部屋に住み、毎日一緒に学校に行って、一緒にご飯を食べて、一緒に退屈な時間を過ごして、たまに音楽について語り合った。あいつは音楽に関しては素人だったけどね。その関係は完全に縁を切る前まで続いた。仲違いするその日まで、彼女の元には私たちが共有していたものがたくさんあった。私はずっと期待していたんだ。いつか係屋がこのギターを返しに来てくれるかもしれない。その日が来たら、私たちの仲違いを過去のものにできるかもしれないってね。今思うと、あまりにも純粋な考えだったな。
もしかしたらあいつはとっくにこんなものがあったことを忘れてしまっていたのかもしれない。これがあんたも知っている係屋だ。永遠に全ての人の前を行き、一度も振り返らず、私に関する全ての記憶を捨て去った。あんたもそう思う？姉さん、通り過ぎた過去のことは気にしない方がいい。また重たい話になっちゃった。ダメだね。もっと面白い話をしよう。弟、知ってる？あんたが持ってるギターケースも、それに私の大切なギターも、このスーパーエレクトリック演奏機が元になってるんだよ。それが僕にも関係があるとは、奇妙な縁だな。よし、これで全部できたはず。やっと片付け終わった。この荷物の量は士官学校を卒業した時と同じくらいはあるかな。大変だった。それと姉さん、僕はもう一度聞きたいんだが、姉さんは本当に開拓者と一緒にベロブルグを離れるのか？もちろん。こんなチャンスは人生で一度きりなんだから逃すわけにはいかないよ。どうしたの弟？あ、わかった。お姉さんと離れ離れになるのが辛いんだね。僕はコメントを控える。姉さんに余計な負担をかけたいわけじゃない。でも姉さんがここを立つ前に最後の頼みがある。近々、自衛隊を率いて仮想部のボルダータウンに向かい、現地を視察する予定があるんだが、その任務に同行してほしいんだ。うん？負担をかけたくないって言わなかった？舌の根も乾かぬうちに任務に同行してくれって。はあ、わかったよ。お姉さんと一緒に過ごせる残りわずかな時間を大切にしたいんだね。違う。仮想部には古いエネルギー中枢が多くあると聞いたんだ。ベロブルグで中枢を徹底的に検査できるのは姉さんしかいないだろう。ここを離れるという気持ちが変わらないのなら、せめてその前に人々の手伝いをしてほしい。こんな時まで人々のことしか考えてないんだね。まったく言葉が出てこないよ。いいよ、手伝ってあげる。これがランドゥ兄弟の最初で最後の共同作業だ。ありがとう姉さん。それに君も、もし時間があるなら共に来てくれないか？君はベロブルグを救った英雄で、仮想部での人望も厚い。君が同行してくれるのなら、シルバーメインが再び仮想部に常駐することへの反感も減るだろう。ありがとう。シルバーメインの準備ができたら連絡する。ふう、疲れた。今日はここまでにしよう。二人もいろいろありがとう。ふう、あんなにお茶を飲んだのに、どうしてこんなにもう眠くなるんだろう。